こんにちは。今日は親子でできる触れ合い遊びをお伝えします。触れ合い遊びは、とっても大事な部分は、触れ合うこと、肌と肌の触れ合い、お子さんはママの手やママのぬくもり、ママの声やママの笑顔がとっても大好きです。なので触れ合い遊びを通して親子のコミュニケーションとママ自身の心の安定にもつながっていきますので、ぜひやってみてくださいね。はい、はい、では、ママの手でお子さんの肌を触れていきます。触れてあげることでいろんな感覚刺激が、体全身で感じることができます。肌から感じたその感覚はダイレクトに脳に刺激がいきます。脳に刺激がいくと心も育ってきて、感情というものが、外に現れるようになっていきます。はい、なので、楽しいねっていう気持ちで、触れてあげると、あ、この時間は楽しいんだなっていうのを、感情が脳にもねインプットされていきますので、ぜひ、親子で楽しいと思ってやってみてくださいね。はい、手を頭の上に乗っけてあげましょう。ではこれは頭だよって教えてあげてくださいね。はい、じゃ次ここは肩だよ、教えてあげてくださいね。はい、ここは手だよ、ここは足だよ、お膝はここだよ、お腹だよ、教えてあげてください。もしお座りや抱っこできない赤ちゃんの場合は寝かせてあげて触れてあげてください。はい、では実際にやっていきます。ママは少しね足を開いてあげて、お子さんを体の真ん中に寝かせてあげてください。でこの時にママの目とお子さんの目が近くになるように、こんな感じで寄せてあげると、お子さんも、目を使ってママの顔を認識していきます。はい、では頭肩膝ポンのお歌に合わせてやっていきますよ。では手を頭の上に乗せて、頭肩膝ポン、膝ポン、膝ポン、頭肩膝ポン、目はどこかな？目、耳、鼻、口。これだけでね、お子さんとっても、楽しい気持ちになると思いますので、やってみてくださいね。ではもう一つご紹介します。では感覚刺激遊びになりますので、今度は指先ピッと立てていきますよ。ではいろんなところをツン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 と触ってあげてください。ツン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 。はい、では一本橋こちょこちょ、一本橋こちょこちょ、叩いて優しくつねって撫でます。撫でて階段登って、こちょ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 。はい、もしお座りできるお友達や、自分で立っていれるお兄ちゃんたちお姉ちゃんたちは、ママのお膝の上に乗ってやってみましょう。行きます。一本橋こちょこちょ、叩いてつねってなでて、
足のとこから階段登って頭も登ってカチャ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 。これをやるとお子さんもすっごい楽しいなって思う時間になるかなと思います。とっても子供たちね、こしょこしょ遊び大好きです。ぜひやってみてくださいね。